日本が危ない。新型コロナウイルスやロシアによるウクライナ侵攻などを予言し的中させたインドの天才予言少年アビギャ・アナンド。わずか10歳で大学に進学し、大学でもトップの成績を収めていた彼は14歳で大学教授となり、その年に占星術を用いてコロナウイルスを予言し話題となりました。そんな彼は2023年には5回の危機があると予言していて、その中でも特に危険となるのが今月末の10月28日8日から30日なんです。どうも皆さん、チャオモカです。今回はインドの天才予言少年アビギャ・アナンドの2023年に関する予言を見ていきます。アナンド君の予言に関しては以前も触れていたんですが、彼が特に2023年の中でも危険としている10月末、まさに今その10月末になったということで、改めて彼の予言を見ていきたいなと思います。2006年に生まれた彼はヒンドゥー教の寺院で勉強に励み、2016年にわずか10歳という若さで大学へ進学。インド占星術と天文学、経済学、自然科学を学びました。大学でもトップの成績を収めていた彼は14歳で大学教授となり、自分よりも年上の生徒に講義を行っています。そしてそれと同じ年に占星術を用いて新型コロナウイルスについて予言したことで一躍有名となりました。2019年8月22日に彼は YouTube 上に2019年11月から2022年4月まで世界に深刻な危機が訪れるという意味のタイトルで動画を投稿。その動画内で彼は大規模なウイルスが世界に蔓延するだろうと語りました。これがまさに新型コロナウイルスによるパンデミックについての予言だったんです。アナンド君を知っているという人ならこのコロナウイルスに関する予言については知っているという人が多いと思います。では他にはどのような予言をしてきたのか。彼は2021年2月10日頃に大厄災が起こるだろうと予言。すると11日に南太平洋を震源とするマグニチュード 7.7 の大地震と大津波が発生しました。日付までピタリと的中したと思いきや、さらにその2日後の13日には福島県沖でマグニチュード 7.3 の大地震が発生し、176名が重軽傷を負い1名が死亡。彼が2月10日頃という表現をしたのは一つの災害についてではなく、近い日付に発生する2つの災害について予言したからなのではないかとも言われています。また2022年3月には3月16日が世界にとって一つの転換期になるだろうと予言。彼の予言通り3月16日は転換期となるような複数の出来事が起きました。福島県ではマグニチュード 7.4 の大地震が発生し、ロシアは石油の輸出の制限を決定。そしてロシアと中国が単一通貨の導入制度の検討を発表。さらに彼は私たちは3月16日以降 1.5 年のサイクルに入っている、これは以前の 1.5 年のサイクルを逆転させるほどのものであると語っており、これは過去1年半に起きた出来事が覆されるという意味なのではないかと考えられています。また4月28日は変化が起こる時期です。地下のエネルギー資源から地上にあるエネルギー資源に向かっていくことになる。その結果エネルギー危機は現状維持もしくは悪化していくと考えられる。しかし再生可能エネルギーが普及するきっかけになる可能性もあると予言しており、これは近年のガソリンなどの燃料価格の高騰を予言していたと考えられています。そしてここからが今年2023年に関する予言。それは僕たちが住んでいる日本にも大きく関わるようなものになっていたんです。第三次世界大戦と日本。火星と土星が接近する時期に入っている。これにより経済や健康に大きな影響を与える可能性がある。2021年から世界はマイナスの時期に突入しており、2022年3月から4月にかけて危険な状態に入るだろう。しかし核兵器が使われることはないだろう。それらの説はメディアがお金のために煽っているに過ぎないと予言しており、これはロシアとウクライナの戦争についても予言していると考えられています。しかし核兵器
は使われないと発言している彼ですが、10年以内に第三次世界大戦が勃発するとも予言しており、さらにそれに加えて日本は戦争に突入するとも語っているんです。占星術において火星は非常に重要な惑星であり、火星は戦争や怒りを象徴し、それが日本に影響を与えると言います。そして中国とアメリカの対立が激化、これには台湾有事が関わっていると考えられており、2022年の中国共産党大会で習近平国家主席が台湾に武力行使はしないという発言をしましたが、その一方で台湾統一を必ず実現させるとも発言しています。中国が台湾統一の動きを強めれば、アメリカが黙っているはずもなく、この2つの国の衝突に日本が巻き込まれてしまう可能性はかなり高いと言われているんです。台湾有事についてアメリカの研究機関の報告書には、迅速な対応を行うためには日本の協力が不可欠だろうと書かれており、日本自体が中国に攻撃することはなくても、日本にある基地からアメリカが中国へ攻撃した場合、中国が日本に攻め込んでくる可能性は大いに考えられてしまいます。日本という国だけで考えると、戦争が起こるなんてことは考えられないと思っている方も多いかもしれませんが、それは起こると考えられないのではなくて、考えたくないだけなのかもしれません。10月末に発生する自然災害、2023年3月13日には2月6日に発生したトルコ大地震について、数日前から地震が発生するサインを感じていたと語り、分析の結果、次は2024年4月までに強力な地震が起こるだろう、自然災害の脅威が増している、アメリカの中央部では歴史的な竜巻が発生するだろう、日本を強力な地震や水害、火山噴火、風の乱れが襲うだろう、さらに災害は世界的に連動して次々に起こる可能性がある、連鎖するのは洪水かもしれないし、その他の深刻な災害かもしれない、そして彼は2023年で一番危険となるのは10月28日から30日までの3日間だと警告しているんです。また地震については、単なる自然発生的な地震ではなく非常に強力なものになるかもしれないと語っており、人工地震のような人為的なものである可能性も匂わされています。今年は10月19日に国際シェイクアウトデーが設けられていたため、国のトップや政府関係者はすでに10月末に発生する巨大地震について知っているのではないかという噂も囁かれているんです。他にも彼は日本だけではなく人類の未来に関わるような予言も残しています。 AI の反乱、あるものが人間の生活を侵略してくるだろう、人工知能や AI などによる人類への攻撃を警告しているのではないかと考えられており、 AI の知識人は AI による人類滅亡のリスクを軽減することは核兵器の問題と同じぐらい重要だと語っています。また2020年にはリビアで初の殺人ロボットが使われたという報告もされており、それはドローンのような見た目で AI が自動で敵を判断し攻撃します。もし AI が人間を敵だと判断した場合、人類への攻撃、反乱を起こしてしまうかもしれません。この AI の反乱に関しては、完全に全ての選択を AI に任せてしまうから起きてしまうことだと思うので、最終的な決定は AI ではなく、あくまでも人類で行うなどの対策があるのではないのかっていうふうに思ったりもしますけど、全てを任せることによって完全オートの防御、自動防御が可能になってくるとは思うので、あらゆる脅威から守ってくれる防御面では完全に判断を任せるけど、攻撃面では最終的な判断は人類に委ねるという、そういった形にする方がいいのかもしれませんね。 AI をフル活用した未来を作るには、全てを完全に AI に頼るのではなく、あくまでも AI と人類の共存という道を作る必要がありそうです。グレートリセット、世界の全体が大きな変化に直面するだろう、その中心となるのは発展途上国、考え方が一新され、現在の経済的な考えがリセットされる、そして新しいものが構築されるだろう。彼のこの予言については、現代社会を構成するシステムを一度全てリセットするグレートリセットに関するものだと考えられています。このグレートリセットは各国のトップが参加するダボス会議の目標にも設定されているため、すでに多くの国で目指されているもの
ものでもあるんです。そして実際にアメリカを中心とするような現代の世界はブリックスによって変えられることになるかもしれません。ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカで構成されているブリックスは来年1月にアルゼンチン、エジプト、エチオピア、イラン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の6カ国が新たに加入することになっており、すでにアメリカを超えてもおかしくないほどに成長していると言われています。ブリックスによってアメリカを中心とする現代社会のシステムが一新される日も来るのかもしれません。果たしてその時、アメリカと関わりの深い日本はどうなってしまうのか。実際問題でブリックスに加盟しているロシア、中国とアメリカは仲が良くないので、いつここが衝突してもおかしくないような気はしますよね。台湾をめぐる中国とアメリカの衝突が起こり、さらにそこに現在ウクライナと戦争しているロシアが干渉してきたりとか、さらにそれ以外の国も関わっていくとなると、間違いなく第三次世界大戦が起きてしまいます。世界的な問題に僕たち個人がどうこうできることはないかもしれませんが、まずはアナンド君が今年で一番特に危険だとしている10月28日から30日、この3日間に本当に日本で強力な地震が発生するのか、もちろんこれに関しては今年で一番危ないと言われているだけで、もう少し後に発生するという可能性もありますが、万が一何かが起きてしまった時に対応できるような準備はしておく方がいいのかもしれません。ぜひ皆さんの感想をコメント欄のほど教えていただければなと思います。ということで、今回で良かった方はぜひ高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。その他次の動画でお会いしましょう。